ベヌスティアーノ・カランサは、メキシコシティを構成する16の管轄区域の一つで、ある。メキシコシティの歴史的中心の東側にあたり、東側はメヒコ州との境をなす。歴史的には、ほとんどがテスコココの下にあったが、スペイン植民地時代から20世紀にかけて監督され、現在は、湖は消えて、完全に都市化している。ベヌスティアーカランサには、 メルセイ市場を含む3つの大市場が集まるほか、国立公文書館、サンラサロ国会議事堂、都市間バスのターミナル、メキシコシティ国際空港がある。ベヌスティアーのカランサは、メキシコシティの中央東部に位置する。グスタボ・エーマデロ、クアウテモク、イスタカルコと接し、東部はメヒコ州と境をなす。 面積は33.42平方キロメートルで80の地区から構成される。平均標高は2240メートルで大部分の土地は平坦である。テスコココを干拓してできた土地であり、砂の上に粘土性の土壌を持つがペニョンデロス・バニオス地区は例外で標高2290メートルで玄武岩からなる。大部分の土地がかつてのであるため、 特に6月から10月までの雨季には洪水が多く、冬には氷嵐になることがある。しばしば洪水は排水設備の老朽化によって引き起こされるか悪化する。生誕はかつてのテノチティトラン島の東部にあたり、メキシコシティの歴史的中心の一四がベヌスティアーノカランサに位置する。1990年代以来人口は減少しつつ、あり、1970年には、 メキシコシティの総人口の10.4%を占めていたが2000年には5.4%になった。人口減少の主な原因の一つに住宅地から商業地に変化したことがある。90%を超える人が自分をカトリック教徒としている。2005年において人口の1.1%にあたる4489人が先住民言語を話す。 メルセー市場ベヌスティアーのカランサには14000を超える個人営業の商人があり、メキシコシティ最大の市場のうちの3つがある。メルセー市場はメキシコシティ最大の食料品小売市場で400メートルの長さがある。20世紀半ばまでは主要な卸売市場だったが、その機能はイスタパラパのセントラルでアバストスに移転した。 ハマエカ市場は花や観葉植物の販売で有名だが農産物や食料品、手工芸品も売っている。ソノラ市場は1957年に設立され奥の方にある薬草やサンタムエルテ関係などのオカルトグッズを売る一角が有名である。他には生きた動物、皿、パーティーグッズ、プラスチック製品などを売っている。国立公文書館の建物は 元のレクンベイリ刑務所にある。1970年代以末に刑務所は閉鎖され、改築されて公文書館になった。サンラサロ国会議事堂は、それまで歴史的中心にあった議事堂に代わって、ホゼ・ロペス・ポルティーヨ大統領により1970年代に鉄道のサンラサロ駅の後に建てられ、1981年に開館した。 建物は1989年の火事でほぼ全焼したが、1992年に再建された。1930年以来、プエブラの海戦を再現する行事が、毎年ペニョンデロス・バニョス地区で開かれている。数百人の住民が、サカポアシュトラと呼ばれる、メキシコ軍、及びフランス軍の紛争をし、空砲が使用されることもある。 ラビガウンガベヌスティアーノ・カランサの紋章は、メンドシーの絵文書に見える諸地官という村を表す、アステカ文字に由来する。ベヌスティアーノ・カランサの生誕にあたるメルセイ、サンラサロ、カンデラリアで、ロスパトスなどは、かつてのテノチティトランの島の一部を成し、他にペニョンデロス・バニョス及びいくつかの非常に小さな島があったが、それを除くと、歴史的にはこの地方は、テスコココに覆われていた。 植民地時代の17世紀になっても、アステカ時代以来のサンラサロテーボーがメキシコシティの東端に当たっていたが、すでに干拓が進んでおり、町が東に拡張することが可能になった。干拓地には、運河網が生まれ、中でもハマイカ運河とラビガ運河は、植民地時代から20世紀前半まで、最も重要だった。メルセイ市場に隣接して、ラビガ運河の船着き場が設けられた。 メキシコ独立革命後も19世紀を通じて、干拓が進んだ。1824年にメキシコ式シ連邦区が生まれて、以来この地は連邦区の一部だった。19世紀後半に、サンラサロにメキシコ式シ特アウトラ及びクエルナバカを結ぶ鉄道の終着駅が作られた。1885年から1900年の間に、レクンベリ刑務所が建てられた。 ここで1913年にフランシスコ・マデロ大統領とピーノス・スアレス、副大統領が処刑された。アルベルト・ブラニフという人物は広大な土地を所有し、1909年にメキシコシティ発の施設滑走路を建設した。これが1943年にメキシコシティ中央空港になった。1954年に空港相手、拡張され、 メキシコシティ国際空港になった。空港の開設に伴ってこの地の倉庫、ホテルオフィスなどの発達が促進された。1970年にメキシコシティの中心部を4つの区に分けたとき、現在のベヌスティアーノ・カランサはその一つとして成立した。メキシコ革命の将校だったベヌスティアーノ・カランサを叩いて命名された。タポの内側から見た。 ドーム1978年に開業した東部方面バスターミナルは東部及び東南部にある他の州へ旅行する際の主要なバスターミナルである。地下鉄山ラッサロ駅の隣に位置し巨大なドーム型の屋根を持つ。メキシコシティ国際空港はメキシコシティの主要な空港である。2 0 0年にベニート・フアレス大統領を称えて正式名称をベニート・フアレス国際空港という。 メキシコで最も忙しい空港であり、2010年には2413万535人が登場した。他にメキシコシティ地下鉄、トロリーバス、様々な路線バスが走行している。メキシコシティ地下鉄は 1.45.9B 号線が走り、36の駅がある。ありがとうございます。